どうもハンサムクロジです。今日はタリーズの美味しそうなドリンクを買ってきたので飲みたいと思います。はい、ここにホワイトボードがあります。僕は今日バニラクレームブリュレラテを買って、でスイーツとしてミルクレープクレームブリュレを買おうと思ってましたが、なんとミルクレープクレームブリュレ売り切れでした。買えなかった。なので2個 A を用意したんだけどこっちだけです。悲しい。これね、ちょっと違う、まあ、このマーク買ってばよかったということです。あ、ちょっと残念ですけど今日はバニラクレームブリュレラテを飲みたいと思います。こちらです。ドン。わあ、美味しそう。すごい、もう香りがブリュレ、カラメルの甘くて濃い香りがします。でちょっとね、表面にザラメみたいなのがあって、多分ブリュレっぽいこうカリカリ食感を再現してるんじゃないかなと思います。あとこれカスタードソースかな、バニラビーンズの見えるソース、ちょっとこれ調べてみよう。マダガスカル産バニラビーンズ入りのカスタードソースを使用、メープルとカソナード、ブラウンシュガーで焦がしたカラメルの香ばしさを表現しました。マダガスカルですね。あれ違う、マダガスカル、マダガスカル、それここマダガスカルレボリューションか、うん、何でもいいかいただきたいと思います。ホイップクリームもたっぷりで、ドリンク自体はラテですね。いただきます。あ、うめえ、うめえ、あー、うまい。ちょっとホイップクリームのとこだけちょっと吸ってみます。あ、美味しい、うん、カリカリとしたちょっとザラメっぽい食感があって、でもそこまで甘ったるい感じはないですね。ちょっとすっきりとしたほんわかほんわかほんのり苦味もあって、美味しい。ちょっと混ぜちゃいます。混ぜ混ぜ、あ、氷があるか氷があるんだな、氷抜いてもらえばよかった。なんかホイップクリームが乗ってるドリンクに氷入ってるとなんかあれかなとか思っちゃう。おいしい、おいしい。調子に乗って自分のキャパシティを超える量を吸い込んでしまいました。はい、ごちそうさまでした。これはね、ハチハンサムです、うん、とにかくホイップのところがすっごく美味しいです。バニラの感じがしたかって言われると微妙だけど、でもやっぱりザラメのね、あの食感とか、あとはカラメルのちょっとしたほのかな苦味とか、しつこくない甘み、まあ本当のブリュレのようにパリパリしてるわけじゃないけど、でもなんかこう味とか食感で表現してるなっていう感じはありました。本物と同じかって言われたらちょっと違うし、やっぱ本物のブリュレの方が美味しいからハチハンサムだけど、でもあ、こういうことをしたかったんだなってのが分かるし、すごい美味しかったです。あと美味しいですね、タリーズのラテ。タリーズの福袋も買えばよかったな、本当来年は買おう。すっきりとした、ちょっと甘くてでも苦味があって、全体としてすっきりしてて、今日なんかすごい暖かいからぴったりだなと思いました。本当にちょっと高いですけど、でもプチ贅沢として楽しむのはいいと思います。普通のラテよりもちょっと今日はちょっとだけホイップとカラメル乗せちゃおうみたいな、そういう時に美味しくいただけるんじゃないかなと。まあこのミルクレープがあればもっと最高だったんですけどね、悔しいです、悔しいです。あの顔、難しいんだよな、しゃくれるのかな、悔しいです。うまく喋れないこの顔やると、悔しいです。難しいですね。はい、というわけでクレームブリュレ祭りしようと思ったけど、結局バニラクレームブリュレラテしか飲めなかった。けど美味しかったからよかった。近くにタリーズある方はぜひ、皆さんはミルクレープクレームブリュレと一緒にぜひお楽しみいただければと思います。僕の敵を打ってください。はい、というわけで以上、この動画が良かった方はコメント高評価チャンネル登録ぜひお願いします。ハンサムやべ、ハンサムクロジでした。なんでハンサムクロジ言えなかったんだろう。バイバーイ。
Thank you.